ていう。でもなんかやっぱりリモートにやるってことはあるし、やっぱり現場の人たちの信頼して任せるっていう部分が相当でかくなると思うんで、まあでもエマニュエルも僕よく知ってる DP で いろいろ提案もしてくれるんで、その辺はあの全然問題ないと思います。はい、わかりました。はい、ほぼほぼみんな集まってて、はい、彼がピエールですね。皆さんご存知かもしれないですが、あのこっちのプロマネエマニュエルっていう、はい、DP ですね。ナイスミーチュー、よろしくお願いします。なんか楽しそうでいいな。例えばエマニュエル的にはこの橋の上から降りてきてっていう、まあ、この立体感を使うこの場所はちょっとありなんじゃないかな。いい絵になりますね。もちろん。降りてきて、まあ、フォローして。こういうビジコンが、これがまあビデオアシストの機材なんですけど、BSU っていう。はいはいはい。このカメラ映像、これがストリーミングのものです。1秒ぐらい差があるのかな。今僕手振ってるんですけど、はいはい、あ、見えてます。手前が誰がいいかとかってあります？あの一人ポツンと寂しそうにしてるのはジョー。はいはいはい。アキさん、アキさん、一回この前のカットで合わせてるじゃないですか、チェック。はい、あ、はいはい。うん、2回チェックになっちゃうからお互い視線を交わすぐらいでふっと現れて、で川を見るみたいな。うん、お疲れ様です。パッパッアクション。結構奥手は多くなりそうじゃないですか。ちょっと横で並走トライしてみましょうか。この2人の動き結局交差させた方がいいですよね。はいはい、もっと回り込めたら回り込んじゃってもいいかもしれないですね。オッケーオッケー。え、チキパレス、いいじゃん。はいはい、うん、トレビアン、まあ、ちょっと関係ないんですけど、上にあったカメラをちょっと設置してるんですけど、いいっすね、こんな感じのやつを、今ちゃちゃっと撮っちゃって、その後にアクロバティックな動きをするっていうやつをちょっとやってみましょうか。わかりました。おい、いい感じじゃん。距離をちょっと長くできると嬉しいなと思って。あれで撮ってんだ。二人のアクションはこれだけど、カメラがもっと後ろからスタートしとけば捉えられるんじゃないですか。ちょっとトライしてみましょう。じゃあ後ろからやって100フレームにしましょうか。はいはい。素晴らしい。終了ということでよろしいでしょうか。じゃあこれで終了。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、このカットが短いと思うんで、それを伸ばすよ。まずこの方向的にすごくいい方向には行ってるなとは思いました。吉崎です。ミキサーの吉崎さんです。足立さんです。全然いいよ。
ました。ありがとうございました。すごい楽しかったです。楽しかったです、僕も。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとう。どうもありがとう。光栄です。ありがとうございました。